高梨一樹ですベアリー・ゴッドマザーアイズ・ミソッド15色の才能「子どもの日スペシャル」ということでお子さんたちが家庭で求められるオレンジ色の才能についてお話をさせていただきます。で、えー、とこれはお子さんに直接話をしていますからね。であのお子さんたちが家庭で求められるオレンジ色の才能って例えば 歌を上手に歌ってとか踊るあのダンスがかっこよくできたら素敵じゃないとか、えー、とピアノを習いましょうとか、えー、楽器何か習ってみないっていうふうに言われたりとかのそうやってこう自己表現を求められると思います。でなんですけれども自自分自身が本当にやりたい で思った時にそれをやるので大丈夫です。えっ、ー、となんとなく嫌なのに必要なことだからっていうふうに言われてやるのはやらない方がいいです。うん。あのー、自分が本当に育てたいっていうふうに思った時に育てたい才能を育ててくださいね。いいですか？で。えー すごくたくさんオレンジ色の才能を育てる方法があります。えー、育てるタイミングなんですけれども皆さんが人になんか意地悪をしちゃうとか人の悪口を言ってしまうとかあの自分が毎日生活をしていたりすることで愚痴を言ってしまうとかそういうことに自分自身がの気がついた時なんかこう 例えばツイッターとかを使っていても人の悪口を言ったりあのぐ自分の愚痴を言ったりずっとそういうことしちゃうんだよねっていうことにはって気がついたらオレンジ色の才能を育てるタイミングです。あのプライドをうまく自分自身がこうスポットライトを浴びて輝く自分にプライドがあるのよって私にはその才能があるのっていうことに気がつけないと。 じあの他の人の人こととを落ししたくなってしまうんですねあのマウンティングって動物もするんですけれども自分自身をこう上にしておきたいっていう気持ちがあると自分の正義感を振りざかざして人を攻撃したりとかそういうふうになってしまいますからそういうことを感じたらあるいはそのお友達であのそうやってこう人をいじめたりとか。 あの悪口を言ってみたりとか仲間外れにしてみたりとかそういうことをする子がいたら自分ののオレンジ色の才能を育ててられなない状態なんですよでそういうことに気づいたとしたら、えー、概要欄から「オレンジ色の才能を育てる遊びお手伝いお仕事」を50ずつ、えー、っと上げてありますのでその中から自分がやってみたい 遊びをどんどんん次次から次へとやって自分自身を輝かせるオレンジ色の才能を自分で育ててみてください。周りの人たちは、えー、とあなたのことを愛していてでいろんなことを教えてくれるかもしれないですけれどもそれでも自分が知っていることしか知らないんですよ。なのであの例えばピアノっって習った方が いいからって言われたとしてもあのピアノじゃなくてもしかしたらバイオリンを習いたいのかもしれないし自分自身あの歌の才能を育てたいのかもしれないし自分自身が本当にこれやってみたいって思うものをやるので OK です。それからあの今 どれを勧められても、私はそのことやりたくないのにって思う人は、他の色の才能が、才能の目が育っているときなんですよ。なので、今、必ずやらなければいけないというものでは全くないですあの。ちっちゃい頃からやらなきゃ間に合わないとか、そんなことは心配しないで、ちっちゃい頃からやらなきゃ間に合わないことをやりたい人は、それがハマってやれている状態なので、えー、その他の人と比べる必要はないです。で私自身も、 もうあのうん、人の悪口言ったりとかね人のことが気に家族のことが気になったりとかねあの散ざしてきました。 で、どうして自分でこんな人間なのかなって思ったときに、自分自身の中に何もないっていうふうに気がついたんですよ。自分が夢中になって、自分がこうスポットライトを浴びられる状態がないから、人のことが気になる、人の悪口を言いたくなるっていうふうにあの、自分の人生の愚痴を言いたくなるっていうことに気がついたので、そういうふうに気がついたら、えっと、ぜひぜひチャレンジしてみてください。で、えっと、 今私は歌の練習をしたりとかギターの練習をしたりとか本絵本の読み聞かせをしたりして、えー、もうすぐ60になりますけれどもこれからオレンジ色の才能を花開かせていこうと思っています。あのぜひ皆さんにも見、ま、あの私自身のチャレンジを見守っていただきたいなというふうに思いますので一緒に頑張っていきましょう。えー、と全世界の子どもたちが みんながオレンジ色の才能を伸ばして自分自身を生き生きと輝かせる世界になったら他の人のことなんて全く気にならなくなって自分自身の才能にワクワクする状態自分にプライドを持って私ってすごい俺って素晴らしいんだっていうふうに思える状態になったら世界平和を。 失礼しました。<laughs> 世界平和を達成することなんて簡単なことです。えー、じゃあそんなわけで、えー、一緒に楽しんでいきましょう。はい、アプリシー、高梨月でした。じゃあまたね。バイバーイ。朝の5時です。